にちは、かわいいです。こんにちは。今回はですね、春の新作のワンピースをちょっと見せていきたいなと思っております。なんかかわいいの春の新作といいますか、春全体のテーマがあるみたいで、テーマなんですか？色ですね。色、はい、の通りなんですけど、すっごいカラフルなんです。めっちゃ色とりどりで可愛いね。ねえ、そうです、ね、なんかめっちゃ気分上がる色があるのって。色とか他にもありますよね、テーマって。ブレイブ、ちょっとね、私あんまりこう初めて聞いたぐらいのあれなんですけど、はい、こうちょっとこう遊ぼうとか、うんうん、ちょっと開放感があるとか、そういった意味をまあ込めてプレイフルという名前をつけた。春のテーマはプレイフル。では皆さんで一緒に遊んでいきましょう。ではですね、はい、まずみんな一人ずつちょっと紹介していこうかなと思います。はい、ピちゃん、そう、これめちゃめちゃカラフルと言いますか、ね、カラフルなんですよ、ワンピース。めっちゃ可愛いよね。すごい大きいリボン。そうなんですよ、大きくて、うん、本当にいつもシンプルなものがもう好きで着てるんですけど、ね、びっくりするぐらい、もうね、いや、そうデノンなんですけど、ガラッと、そう、ガラッと変わってるね。そうですよね。めっちゃ可愛い。で、身長的にもすごいちょうどよくない？そうなんです、私が、うん、身長170センチになるんですけど、うん、いつもの丈とかすごく足りなくて、うんうんうん、もう結構悲しい思いをしてるんですけど、うんうん、え、ちょうどいい。めちゃくちゃちょうどいいです、うん、私ね、身長さんにすごいおすすめのワンピースですね。めっちゃ可愛い。で、ちょっとなんかとろみがある生地といいますか、で、ポワンソルなんですよね。ちょっとツヤがあるの、うん、こんな感じでいいね、なんか春ってちょっとなんか嬉しい気分になりますね、うんうん、春はね、こういった柄物めちゃめちゃ着たいなって思う。そうですね、うん、ねえ、もうね、ピンキ色とレースふんだんに使ったワンピースです。ねえ、そうなんですよ。ちょっとこうティアードっていうんですかね、そうだね、なってて、なんとももうレースなんですけど、裏地がついてるので、はいはいはい、私の腕も1枚で入ってます。はい、そうなんです。ねえ、かわいい。そこの肩の部分にもすごいレースが使われて、確かにこれめっちゃいいですよね。袖もどうなんですか？袖はね、一応伸ばしたらこんな感じなんですけど、私はちょっとこうボワンとさせたくって、なるほど、こうやって上からかぶせて、こう嬉しい感じに。紐がついてるので、今私つけてないんですけど、こう同じ黄色の紐がついてるので、ウエストマークして、なるほど、ちょっとこうキュッとウエストアップすることも、はい、できます。かわいい、ね、かわいい。決まってみて。めっちゃ気分いい。このオレンジのワンピースをチョイスしました。はい、私もそう、ちょっとね、個人のものと若干こう似てる、はい、こうティアードのもの で、ね、でレースがすごいふんだんにあしらわれてるものです ね、 ね。で、私もこうね、リボンがついてて、うん、オレンジなんですけども、こんな感じでウエストマークしてもらって、そう、低身長の方はね、こうやって上げてもらうとすごい着やすいかなと思います。ね、じゃあこんな感じですね。すごい、後ろのレースあるね。あ、そうだね、レースになってて、こう腰の上から滑ってレース、前もね、レースになってるから、このこう切り替えがすごいですね、うん、上の方レース。なんかさっきマリーゴールドみたい。マリーゴールド、はい、ミスマリーゴールド、ミスマリーゴールド。ミスマリーゴールドレースワールドで、はい、すごいお気に入りなんです。かわいいですね。はい、で、こちら3人は完食チームです。華やか、めっちゃかわいい。はいちゃんは今回紫ね、はい、だったんだよね。めっちゃかわいい。これあれだよね、前回の SS 撮影でピンクのすごいレースのワンピースね、うんうん、あれがすごい売れて人気だったんですけど、はい、もしかして色違い。そうです、色違いが出てる。待ってました、色違い。めちゃくちゃ人気だったんですけど、ね、この紫絶対人気出ると思う、うんうん、すごい上品な感じですね。で、淡い紫ですごい使いやすい、綺麗な色ですよね、うんうん、すごい、全部この色使われてる、ね、るのがすごいいいですよね、うん、インナーで付けさせて遊んで、ね、これも遊び心です、ね、かんちゃんちょうどね、白のインナーを入れてもらって、はい、ちょっとこうインナーを付けさせて、で、パンツを履いてるのがいいね、うん、白いです、合わせるのめっちゃ可愛いです。より一層このね、本当に淡い紫が引き立ってるって感じなんですけど、うん、かわいい、かわいい。ブルーです。ブルーめっちゃ似合う。めっちゃ綺麗、爽やかなブルー、かわいい。あ、これもティアードのね、はい、ワンピースで、すごい、なんかティアードめっちゃ可愛いね。そうですよね、ワンピースで可愛いですよね、うん、このベルトでまた、これまた違うもんね。これは私物のコーデアイテムになるんですけど、うん、こんな風にベルトマークして、うん、スタイリングしていただいたりとか、ゴムが入ってるので、かわいい、そうなんや、隠し上げることができるのも確かにすごい素敵かなと思います。
めて、これは全部ボタンが開くようになってる。開くようになってます。なるほど。ってことはちょっとなんか羽織というか、ちょっとこうカーディガン風にしてきてもいいってことですね。確かに確かに。そのパターンで楽しんでいただけるかなと思います。すごい綺麗な色。ブルー系が大好きならね、ぜひ。で、ザワ。かわいい緑のワンピースで、めっちゃかわいい。若干クローバーっぽいお花はね、うん、全部あしらわれてて、でここウエストが締まるようになってるのかな。そうですね。で今日ザワちゃんにはちょっと白のインナー、うん、こちらキラキラのインナー、これも可愛いんだけど、これを合わせてもらって、でさらにこう下にねデニムを履いてもらって、うん、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ春、めっちゃ春で可愛い。春はねデニム着たくなりますね。この合わせ方すごい可愛いですよね、うん、めっちゃ。でザワミ身長何センチ？162センチ。162センチで、ザワミの足でどうですか？すねです。ふくらはぎですよね。だから高身長162センチの方でもこれぐらい綺麗な丈で着ていただけるワンピースですごいおすすめです。めちゃくちゃ可愛いね。この真ん中のピンクがちょっと効いてていい、うん、で真緑じゃなくてこうピンクがちょ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 ってあるのが可愛いね。うん、春の可愛いはこんな感じのカラフルなプレイフルということで、そうでね、遊んでいきましょうということで、こんな感じで皆さんぜひぜひ来てみてください。来てください。